カバは日本海軍の駆逐艦。仮称5500号艦、立花型駆逐艦として、藤永伝蔵選書で建造された。艦名は植物のカバによる。特に白樺の別称とされる。艦名としては樺型駆逐艦の1番艦、樺に続いて2代目。竣工後、訓練部隊の第11水雷戦隊に編入。瀬戸内海で訓練、待機の最中に触雷して損傷する。7月15日に乗員が6月22日の爆撃で損傷した楡から異常し、楡に代わって第31戦隊第52駆逐隊に編入される。7月24日には第38任務部隊の艦載機と交戦し、小型爆弾1発が命中して、魚雷発射管が使用不能となり、35名の戦死者を出した。そのまま呉で終戦を迎えた。10月5日除籍。12月1日特別輸送艦に指定され、復員輸送に従事。その後、賠償艦として1947年8月4日、佐世保で米国へ引き渡された。そのまま国内で売却され、同年10月8日から翌年3月1日にかけて、三井造船玉野造船所で解体された。艦長たちの軍艦誌372ページによる。野尻正一大尉1945年3月1日、野尻正一大尉1945年5月29日から。ありがとうございます。